そう、でもそれぐらいゆずって本当は泣き虫やから。そやね。じゃあ何歌おうかな。さっき「泣いてもええんだ」って「ワリモン通報すんで」もうダメやってば。でもこうやってさ「ダメやってば」とか言ってるからさ、あれなんやろね、すぐ言われるやろね、ダメダメダメ。じゃあゆずの好きな、じゃあこれを歌おう。ごめんなさいやで。急にラジオ配信になったりする？多分しないと思われます。多分しないよ。じゃあこっそり泣く。じゃあこっそり泣いてる人にはよしよししに行きます。久しぶりかなって。宮本さん、ありがとうね、来てくれて。ありがとう。パパにタブレット、欲しい。 欲しい。じゃあ2曲目は、ファンと一緒に泣くのもアイドルなんよ。でもね、ゆずは嬉し涙を一緒に流したいかな。しかもまだアイドルじゃないのに泣くのはちょっとあれかなって思う。昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った。僕はまだ一歩も外には出ていない。503人の皆さん、ありがとうございます。今一人でも多くのフォロワーさん必要なので、フォローしてください。よろしくお願いします。マイペースでよく寝坊をする、君のことを思って5分早めた家の時計、ああもう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな。いらっしゃいまし。カーテンが揺れて目が熱くなった。もうそこに君はいない。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとってその重かったの。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな。好きな
しまった。でもやっぱりむせた。もっとちゃんと僕を見ててよ。もっとちゃんとってあげれば。君はまだここにだから。もっとちゃんと君を見てれば。もっとちゃんとって少し苦い君の匂いに負けた。ありがとうございます。しゅんじさん、50巻がそれでは失礼しました。ありがとう、しゅんじさん。これからもゆずきちゃん見てても遅いかなえて。遅くない、今からよ。ゆずがアイドルになるのはちゃんと見て。もっとちゃんとやで。ほんまに審査員の方本当に来てくれてたのかなって心配になるんやけども。ツイッターがどうなるかも聞いちゃダメなんだっけって。ツイッターは多分しばらくはちょっとだけ残すと思います。なので皆さん、ルームのフォローとツイッターのフォロー左上にあるのでよろしくお願いします。はい、来てくれてありがとう皆さん。さとぼーちゃんもこんばんは、ありがとう。ぜひフォローしてあげてください。はい、もうぜひ本当に709人の皆さん、もう本当に一人一人のね、フォローのフォロワーさんがすごく必要なのでフォローしていただけると嬉しいです。宮本さん、ケンシーさん、エイジくん、ハルミン、サッタン、シロウサギさん、シュウくん、ネコニ、ミヤちゃん、ヤマトくん、ナオちゃん、ガクリさん、パチパチありがとう。オーディションの配信は全部録画されててチェックされているはずだと思う。そうなのかな。少なくとも例のアバを見たことはない。そうやねんな、なんか審査員の方のアバターを見たことがなくて、でもゆず録画されてるんちゃうかなってすっごい思っとったから、なんか気をつけとった。ツイッターもショールームも使えなくなるまでずっと歌ってほしい。そう。お、ごめん、なんかついていけてないやって、師匠さん。撮った？誰も見てないよ、先生。そうやね。恐ればせながら、送りさばれながら、フォローしました。よろしくさん、フォローありがとう。まあいいか。まあいい。まあいい。わあわあわあ。あれ？ルームって、あ、違う。このルーム、あ、ルームね。ルームはね、本当にわからない。なんかツイッターは自分で始めたことやから、続けれるだけ続けられるんだけど、続けられるんだけど、このショールーム自体はもう運営さんが閉鎖するらしくて、でもそのあれが、よくわからんからもう宣言ができない。明後日までですとかは言えなくて。そうなの、フォロワー増やして。そうなんです、ゆずな、あの A ブロックでゆずじゃなくて審査員賞に選ばれてた方で、あの皆さん受かってる方ゆずよりもフォロワーさんが多かったの。それが悔しくて、ゆずはだからフォロワーさん増やしたいので、皆さんフォローお願いします。お願いします。直樹さん、直樹さん初見ですがとても、嬉しい。直樹さんありがとうございます。仲良くしてください。ゆうかちゃんもこんばんは、初見ですって。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんはちゃんで合ってるのかな、どうですかね。ありがとう。とりあえずツイッターフォローしておけて、ありがとうございます。ツイッターのフォロー待ってます。あ、まさなおさんも可愛いって、ありがとう、来てくれて。なるほど、そういうことか。そう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 、そんな感じ。ヤマト君、閲覧100人以上で審査員来たら配信側からは見えるの？でもね、なんて言うんだろう、その審査員の方って6位にね表示されることがめっちゃ多くって、なんか多分6位に行けるシステムになってるのかな。どういうイベントでもね、絶対に6位にいらっしゃるんですよね。だからそうそう、6位にいるはずですね、本当やったら。そう、会って混ぜて、あ、ゆうかちゃん仲良くしようね。よろしくお願いします。ちょっと忙しいから、あ、お疲れ様です。宮本さん頑張ってね。バイバーイ。かっくりさん、さけさんいらっしゃい。いらっしゃいませ。
みやちゃんゆずゆずの可愛い顔ずっと見てたい。ずっと見てて。本当にずっとずっと見ていただけるように、ゆずも今できることを頑張ってね。ルームが閉鎖されてないってことはね、なんていうやろ、なんか消された方も多分いらっしゃると思うんですよね。だからね、あれやね、今ゆずができることをやりたいなって思います。うん、今日の服かわいいやって。ほんと？これカマロンちゃんも一緒の服持っとったよ。でも他の方も結構いろんな服、一緒の服持っとった。6位の都市伝説は誰発信？誰発信っていうか、結構いろんなゆずルームにお邪魔してるんですけど、あの TIFFでデビューじゃなくて、TIFF のライブ、あ、そうそう、ゆめみん、そう、そう、ティフコさんもね、6位におったし、なんてやろ、そうなんだよ、都市伝説っていうか、結構本物の噂じゃなくて本物ですね。大地さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。なっちゃん、なっちゃん、合格おめでとうございます。19日までになんと、何かしないとって言ってなかった？19日までに何かしないと。ゆず何日とったっけ？ゆず何日とったっけ？なんだろう。審査員は6位に固定できると思う。ショールームの前田社長とか秋元先生も必ず6位にいるよやって。らしいですね。そうっぽい。あ、よしひとさん、こんばんは、来たでやって。ありがとう、来てくれて。ゆずきちゃんで、まさのさん、どうしたの？ゆずきちゃん、ハルミン、ティフのライブ予選も6位にいた。そう。かっくりさん、秋元康さんが48グループの配信見に行く。見に来はるんや。7位固定じゃなかった。あ、そうなんや。すごい。そんなことがあり、アンサさん、ルームが残った子で、敗者復活来るかも？いや、わかんない。でも、福村やから、こう、名簿順で遅いのかな、とかも思いながら。ショールームのことね、19日までに、ゆずショールーム何かしなきゃって言っとったっけ？何しなきゃって言っとった？レイチンさん、ありがとうございます。これからどうするの？ちょっと答えがたいですね。でも、このオーディション以外にオーディションを受けるつもりはもうないです。なんですね。相方、ツイッターフォローしますね。キャーン、そこそこ、ありがとうございます。やっぱり、ゆずちゃん、かわいいやって。もう、本当に。頑張るじゃないか。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。バラードにしようかな。秋元先生、たまに、だるま投げに来てくれる。すごい、だるまさん投げあるんや。すごいね。準決勝敗退した人のルームは閉鎖されるって聞いたけど、あ、そうなのかな。それはそうなのかも。答えにくい質問だって。そう、ごめんね、まずのおさん。あいささん、だるまとか秋元康にしては意外とケチやなって。勝て持ってるくせに、たば10本ぐらい立てないんですね。みんな面白い。おつゆずゆずやって、白玉さん、やっほー、ありがとうございます。来てくれてありがとう。あ、よしひとさん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。さっきさ、猫にもさ、ハート投げてくれとったんよ。ちゃんとキュンキュン言えてないから、猫にハートキュンキュン言う。猫にいますか？猫にのハートありがとうございます。猫にのハートにキュンキュン、ありがとう。ありがとうございます。答えづらくてごめんなさい。いえ、大地さん。これはね、なぜ答えづらいかはお察しになっていただきたいんですけど、冊子の裏側をついた冊子をしてほしい。そう、50巻と管理で、50巻でありがとうございます。よしひとさん、ありがとう。ヘジク、ゆずの人生だし、やりたいようにやればいいと思うよ、えて。ゆずすごく自由奔放な人なのでね、
いっぱいいっぱい自由に生きようと思います。あ、小池さんもヤッホーありがとう、来てくれて。手続きしないで LINE 読みながら、あ、そう、なんか違う、19日まで閉鎖されるんよ、なんか落ちとったら。で、19日が終わって、このティフでデビューのオーディション自体がもう完結してから、あの手続きしたら19日からこのアカウントを引き継いで配信した人は配信できるよっていう感じで、もそこでゆずは配信はしないので、このね、それはね、なんか言っとったよね、多分ね。なちゃんもありがとう。ひよこちゃんこんなところにいたんだね、だって。ひよこちゃん駅のルームで 大量課金されてもメンバーが気を使うと思われ、あー確かにたしかにそりゃそう、個人でショールームと契約しないと。そうそうそう、そういうことらしいよ。テロップ見る限りだと続けてくれるの、だって。しないんかいいや、なんでフォロワーさん、あのゆずが負けとった人がみんなゆずより、あのフォロワーさんが多かったからね。あ、ブルシカさん、ブルシカさんはひよこちゃんって呼ばれてるんだ。目にかかる髪の毛とかき分けた指、壊れそうでどこか寂しげな背中、頼りない太陽をいじませながら、微笑んだその横顔を見つめていた。いつの間にかそのすべて視界に入ってくるの、心が波打つ痛みにどうして気づいてしまったの。苦しくて
ルームのフォローお願いします。初めての方大歓迎なので、ぜひぜひコメントもください。よろしくお願いします。はーい。歌声めっちゃ綺麗だねって、ありがとうキンシーさん。歌ね、歌には自信ある方やったんきょね。しか言えん。しゅうくん、しらさぎさん、まいちゃん、みやちゃん、さったん、やまとくん、なあちゃん、かっくりさん、家族もパチパチありがとう。いい声や、やて。つこつこ。声が綺麗なのはもちろん、音程の安定感がすごいぜ、やて。そう、音程ね。音程は、なんか、完全音階で、なんかん?絶対音感みたいなとこあるから、けど割とね、楽譜とか読めなかったのに、ずっとドイツの曲とか歌ったり、ようわからんことをしとった。本当になんであんなに歌えてたのかわからんぐらい音符が読めなかったのに。そう、ひまわりちゃん A から C ブロックを見てきて、ゆずちゃんの言ってることを察したよ。おお、察してくれたのかな、ひまわりちゃんは。どう?もしダメなら、もしもね、夢を、でも今回でもやめてしまうのやて。秋田夢さん来てくれてありがとう。やっぱり癒されるやて、猫にありがとう。あ、猫にゆずのキュンキュン受け取ってくれた?絶対音感がすごいねやて。でもなんか自分でもそんなに意識してなかったけど、そういうことだよねって思う。ゆっくんかわいいやって、はじめまして。多分はじめまして、ありがとう。とても優しい歌声ですね、今出会うとはって。いやでもね、本当に今からでも遅くないから、ゆずのこと好きになってほしい。好きになってほしい。退勤したよやて。あら、けいちゃん お疲れ様。大ちゃん一日の癒しやんやって。イベ中ほとんど歌聞けへんかったか。今そう、ゆずさん、皆さん25分で 3週とかしてくれとったやん、イベント中やから。絶対にゆずの歌もゆずの声も配信自体まず全然聞けてなかったのに、やのにずっと応援してくれて本当に嬉しい。この曲大好き、高校生日記。あ、毎週見てた。ゆずも見てたよ。やっぱり癒されるって。猫にもさとも、ひろまいちゃんもありがとう。心に響く歌声って、なんか本当に皆さんに歌でいろんな気持ち伝えられたらなって思ってる。でも歌手にはね、あんまりなりたいと思わなくて、なんか失礼な話じゃなくて、アイドルやからこその歌うまい。なんか多分ゆずが歌手になりますって言ったら、いやいやいやみたいな、そう、なんかなんていうのかな、わかる?わかる?めっちゃゆずよりもっとうんと上手い人たちなんていっぱい、もうそう、ゆずよりも上手いのにデビューできてない人たちなんていっぱいいっぱいいっぱいおるから、なんかだからね、歌手にはなろうとは思わないね。天性の歌声って、ゆじくんほんまにずっとゆずの声を見てくれて嬉しい。聞き慣れた歌声聞いていて心地いいよって、ほんと嬉しい。ほんみんなのコメントすごく嬉しいです。今フォロワー526。あ、ちょっと増えて、ほんとやね。10人ぐらい増えたよこの配信。まだ1時間目、あ、まだ1時間経ってない、30分ぐらいかな。お久しぶりに配信見る人ですって。デニスさんありがとうございます。好きです。いろんな人に言いますが、ガチ、あ、DD ね。好きよ。何番目に好き?何番目に好き?ゆずの歌声は癒しの歌声で、白うさぎさん。しっかりしてるね。大好きだってね。さっきみやちゃんも、真の強いゆずはって言ってくれてるの、すごく嬉しかった。そう、なんかゆずってこんな見た目やし、舐められること多くって、でもほんまはめっちゃ真面目なんですよ。真面目なんよ。みんみんさん、嬉しい。あ、うるさかったかな、ごめん。フォローありがとうございます。フォローしたよって方ぜひ報告お願いします。報告したくねえよっていう人はしなくても大丈夫です。弾き語りが聞きたかった。あ、弾き語り、弾き語りね、
一回だけあったね。ゆずちゃんの歌声で夢アドとか聞けたらめちゃくちゃ嬉しいですって。あ、メロンソーダ、けいちゃん、ゆずがメロンソーダ歌ってるの聞いたことないかな。だいちゃん、フォロワーさん増えてる、皆さんフォローお願いしまして、1314人の皆さん、こんばんは。京都の福村ゆずきです。歌いっぱい歌ってるのでぜひ聴いてください。皆さんフォローお願いします。夢アドならメロンソーダね。でさっきなあちゃんがね、あの私の残り全部あげるを聞き逃しました。本当にごめんなさい。あら、え、じゃあ今日の枠でまた歌うな。これ10時までやっとるから、そう、もう終わったから言うけど、僕お昔音楽関係の仕事してたから、今もしてたらゆずスカウトしたって。本当に？ほんまに？でもやっぱりエイジ君音楽関係の仕事しとったんやん。桜みんなで食べて賑やかなの聞いてみたい。桜みんなで食べた手のひらなな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 なちゃんね、その曲の時に初めてあれ、なこみくちゃんを知った。ザ・アイドルの曲も聴きたいなって。あ、ザ・アイドルの曲、ザ・アイドルの曲をこの曲歌ってから歌いますから、皆さん聴いといてほしいな。やっぱりってなんやで。え、だってエイジ君めっちゃ歌上手やったから、本当に今は SE だよ。なんだろう、 SE って。はい、じゃあ3曲目かな、4曲目かな、聴いてみてください。私の残り全部あげる、いろいろあった、あたしてよければあなたの残り全部ちょうだい、君にもいろいろあったのかしら、別に気にしないけど。多分わからないです。消えてなくなるの、私知ってるの。振り出しに戻っても集めるものはいつも同じような形ばかり。だから閉じる気にうちの看板を蹴飛ばすような恋がしたいの。形を変えたの、温かい涙を教えてくれた、あなたはいつまで
違うって信じてる。落としちゃった。ペロリンチョでもう許さん許さん。アンサーさん、おい審査員なぜ落としたね、聞きたいね、なんでって。歌声最高やって、本当親方ありがとうってツッコミしてみました。なんでやねん、なんつってなやってねえ、アンサーさんこらって言ってる。白鷺さんが怒ってる。それもアンサーさんもね、ずっと応援してくれとったからね。ずっとっていうか、なんか一緒に頑張ろうねって言ってくれてて、すごく嬉しかった。受からせろって言ってる。アンサーさん受からせろって言ってるよ。なんか今日、あ、そうそういえば皆さん、今日ゆずさ美容室に行ってきたんですよ。そうだからめっちゃ髪の毛だ、ツヤツヤのトゥルトゥルになった。だから前髪もこんな感じで、今日は巻かないでおこうと思って、トリートメントしてもらったばっかりやし、ショールーム続けないって言ってフォロワー今だけ増やすのがわからんくするやつ。あ、違うよ、さっきも言っとったんやけど、ゆず A ブロックで落ちたじゃないや、 A ブロックで受かっとった人、審査員特別賞に選ばれた人のフォロワーさん、じゃあそう受かった人と何が違うかって思った時にもうパッて出たのが、フォロワーさんの数がゆず少なくって、それかな、それだけなわけもないけど、それもあるなと思って悔しくて、悔しいのだから、1446人のね皆様フォローよろしくお願いします。ハートありがとう、ネコニンのハートありがとうございます。ネコニンのハートにキュンキュンありがとう、ありがとうございます。審査員落とした理由、おそらくマイナスな理由じゃないと思う。どういうこと、マイナスな意味じゃないのかな。サラサラって、そうめっちゃサラサラに
してくれはって嬉しい。髪の毛もすいてもらった。理不尽だけはゆずちゃんのルームを拡散してフォロー数を増やす努力するねってひまわりちゃんありがとう。ありがとう白鷺さん、わーハート飛んでるよってハートパチパチありがとうございます。わーテロくんや、めっちゃ久しぶり。はいこんばんはやって。グモーニン、あグモーニン違うわ、グッドアフタヌーン、グなんだっけ、グッドイブニング、グッドイブニングかな。歌だけならなって、だけなら、そう。でもさ、音楽関係やってたからなんとなくわかるんだけどって。え、アイドルより歌手になりなさいみたいな、そこまで上手じゃない、そこまで。おのアイドルさんによったら、あちょっとあの子上手やんってなるぐらいでしか上手じゃないと思うよ。作ろうとしてるグループが3人グループだと入れにくいかもしれん。キャラが立つのが一番の魅力だから、数人だとバランス悪くなる。ゆずは、あキャラ、ゆずキャラ強い？キャラ普通のキャラだと思うんだけどな。あ今からチョコボール食べようと。不謹慎、いいよ食べて。なんかさ、みやちゃんさ、結構初めて会ったばっかりぐらいの時さ、あのあれよね、あのなんかチョコボール開けるからカウントしてみたいな言っとったくない？めっちゃ懐かしい。グッドイブニングイエスって言う。イエーイエスはソロじゃなくアイドルじゃなくて歌手向けだと思われたと思う。ソロか2人3人ぐらいのに、ここも心読まれてびっくりした。なんかでもそういうのってよくドラマであるけど、本当にうまい子にしかそういうの言わないと思うんだけどね。ゆずキャラ強いよ、いい意味だから推してるんだけど、そうやってあキャラ強いんやん、全然わからん自分的に。みやちゃんはね、この話ではつらいやで確かにチョコボール食べれないね。あれよね、あれあれ、そうあれよ、いろいろあってね、きっとあれなんよね。けいちゃんいますか？けいちゃんおる？今から夢宿さんのメロンソーダ歌うんだけど、けいちゃんおるかな。気づいたらもう1時間経つよ。本当はもうちょっとで1時間経つね。1487人の皆さん来てくれてありがとう。あれあれって言ってる白鷺さん。土下座だ。けいちゃんは待機してて。はい。じゃあ。皆さん。私のこと嫌いだか、したたきを残虐して、おはようって送るの、あなたの中が好きなのか、いけないままで少女漫画みたいな気持ち。
笑顔すぐに作れるのに、あなたと二人きりだと上手にできない。祭りも花火大会もやっほー、ライブの予定が入るけど毎朝の星占いはあなたの分まで見てるのよ。さよなら何期なんですかね。決して涙ではありません。お知らせそう涙じゃないよ、目薬だよ。歌ってる時の笑顔最高やて。ありがとうなーちゃん、なーちゃん、えいじくん、しろさぎさん、みやちゃん、やまとくん、さったん、はるみん、かっくりさん、ひろまいちゃん、としゅん、ひまわりちゃん、けいちゃん、パチパチありがとう。パチパチ超えて、キュー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 。なんかね、前にもおったよ。そう。あのね、誰だったかな？なんか、皆さんがね、パチ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 ってしてくれてる中で、キュー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 って言う人たち、言う人がおって、あれ？キューと思って。パチパチって、ケルベロスさんもありがとう。ランカちゃんもありがとうね。ランカ姫ありがとう。南京都高校なの？うん、京都の高校3年生、京都高校ではないです。一緒やん、笑ったで。そうびっくりした。今ロールケーキ食べて、あ、ゆずロールケーキ食べてきた。さっき配信の前に、あのね、京都住み寮生と、あ、としくん一緒や。ゆずも京都に住んでます。ゆの声歌、ゆの歌声好きすぎて CD 欲しいって言ってくれて、にゃーん、ゆうの CD データ買ってくれますか皆さん今日はプレゼンの準備した？してない。暑くなるかな。あ、でも前も7時からやっとったもんね。まあ暑くなってどうしようもなくなりそうやったらね、またママに保冷剤持ってきてもらう。自作のロールケーキ、あ、出た、違う違う、ちょっと待ってね。リップを取りたくて、リップ
よいしょ。はい。CD 買うよって、買うわって言ってる。え、ほんと？俺は888888に。あ、そういうことか。8か。8怖いじゃん。買うよやって、白うさぎさんも。あ、めっちゃ唇うるるになった。